はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、商品を紹介していきたいと思いますが、とりあえずですね、購入したものなんですが、2点ありますね。はい、まず1点目がこちら、じゃん、はい、ドラゴンボールスーパー日本平超動物園ということでね、日本平動物園で、なんか開催されてたみたいですね。自分これ知らなかったんですけどね、いいですね。悟空にタヌキ、タヌキじゃねえアライグマかで、17号とこれなんだろうね、でベジータとシロクマの、これはね、書いてあります、アクリルカレンダーの、アクリルカレンダーなんですよね。はい、アクリルカレンダーということでね、はい、これはこう裏側見るとこうやって数字が並んでるんですよね、で万年カレンダーなんで、これずっと続けてカレンダーとして使えるっていうね、優れたもんですけれども、こちらがね、いくらで購入したかということなんですが、定価が、2200円ですね、はい、それが、プレネが3800円と1600円のプレネがついています。いました、はい、それをね、はい、私これを2200円が3800円になって、それを私は590円で買いました、はい、いやなんかめっちゃ安かったんですよね。でなんか万年カレンダーだから使えるなと思って、で590円ってめっちゃ安くなってると思ってこれもう手に入んないんじゃない、もうやってないよね多分ね、590円安いでしょう。アクリル万年カレンダーですから、でオリジナルイラストだしね、これはもうメッキもんですよね本当に。で、続いて購入したのが、こちらですね、はい、じゃんと、アクリルでカード、はい、まあこちらご存知の方もいるかと思いますが、こちらは新品と書いてありますね、はい、その通りで、ワンボックス、20枚、はい、入ってます。今回はそれのね、ここに書いてあります通り第11弾ですね、そちらを開封していきたいと思います。全25種、20枚入り各600円ということでね、普通に単純計算して、税込み1万3000円ぐらいになるんですよね、そんなお高いカードなんです、アクリルカードなんですが、私はこれを、税込み4080円で買いました半額以下ですね、はい、でこれ前にもね、開封動画上げてます、アクリルでカードはね、はい、今回はそれの2回目の開封になるのかな、なのでね、見てない方はそちらもね、見ていただければなと思います、とりあえずねラインナップ、シートが入ってるんでね、そのラインナップを見ていきたいと思います。この一番後ろにラインナップシートが入ってるんですよね、結構大きいサイズで、はい、普通に亀仙人にね、盗賊じゃあね、海賊ロボで、スノ、悟空で、レッド総帥で、メカフリーザデンデ、レズン&ラカセイで、アーモンドで、天界一武道会アナウンサー、名前ないんだね
そういえばないのかこの人。でトランクス未来、でスーパーサイヤ人孫悟飯未来、でスーパーサイヤ人ベジータ、で人造人間17個、でセル第二形態、で流神論、流神論ね、はい、流神論で、パレスで、ドンキアで、スーパーサイヤ人孫悟空で、マイティマスクで、ウーシンロで、スーパーサイヤ人フォーゴジータで、スーパーサイヤ人ケフラで、ラベンダで、バージェル、はい、この25種になりますね。はい、これを今回は開けていきます。まあ20枚なんで、まあダブらなければ、多分ダブんないと思うんだよなこのシリーズ。だから20種は出るから、まあ一番欲しいのはまあゴジータなんだけどね、うん、ゴジータ、うん、ゴジータだな、ゴジータ1点狙いになっちゃうな。まあ、でもこの航空もいいけどね。ということで早速開けていきたいと思います。とりあえずね、まあ普通にこういう感じで入ってますんでね、こういう感じでね、で普通にここをビリビリ開けてたら時間かかるんで、もうここをカッターでシュッて切ってすぐ取り出せる状態まで持っていきたいと思います。はい、ではね、上の方、ちょっと切りましたんで、すぐ取り出せる状態になってます。はい、では手前からねいきます。まあ、順番通りに入ってるかどうかは分かりませんが、はい、とりあえず手前から開けていきます。まず最初の1枚目いきます。せーの、あっと、あ、ベジータ、スーパーサイヤ人ベジータ、はい、初っ端のベジータですね。では2枚目、こう裏から出てきた、こっちから開けるだけどいいのか、はい、ではいきます。2枚目、せーの、おー、はい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 、スーパーサイヤ人ケフラ、3枚目いきます。せーの、セル第二形態、セル対セルだからレッドリボン軍になってるね、マークがね、まあ人造人間だからね。はい、では続いていきます。せーの、ああ来た、やったー、とりあえず出てくれたわ、スーパーサイヤ人ゴジータ。いやー、よかった。はいはい、では5枚目ですね。はい、いきます。点で竜、速点で、はいはい、ではいきます。せーの、お、スーパーサイヤ人孫悟空、
フルパワー亀仙。はい、ついていきます。せーの、あ、海賊ロボ、はい、無印ドラゴンボール、続いていきます。せーの、あー、バジル9、第9惑星、第9宇宙か、第9宇宙、はい、続いていきます。せーの、あー、マイティマスク、ゴテン&トランクスだね。カプセルコーポレーションと悟空一族、孫一族のマーク、はい、いきます。せーの、あ、来たね、少年期の悟空、いいね、無印の悟空もいいね。はいはい、ではいきます。せーの、おお、これはご飯、未来スーパーサイヤ人孫ご飯、未来、はい、いきます。せーの、おお、スノ、かわいいね。まあ、はっちゃん持ってるから、はっちゃんと一緒に並べるといいね。はい、いきます。せーの。あー、17個。人造人間17個。はい。はい、いきます。せーの。トラックス未来、はいはい、いきます。せーの、メカフリーザー、アクサイリン、いきます。せーの、アーモンド、はいはい、いきます。せーの、ラベンダー、ラベンダー、はい、ついにラストです。まあ、やっぱ被らないね、一箱じゃ、うん、はい、ではラスト、せーの、デッドソース、はい、レッドリボン軍の総帥、はい、という感じでしたね。はい、で、出なかったのは天下一武道会アナウンサー出ないね。あとドンキア、パレス、ウ、ヤンシンロと、あとウーシンロが出てないね。ここ、はい、が出てない。はい、まあでもね、スーパーサイヤ人4の、ゴジータが出てくれたんで、もう全然自分としてはね、はい、良かったです。ビッグバンカメハメハ、はい、
てなわけでね、今回は、こういう感じで、開封させていただきました。はい、まあ皆さんもねアクリルでカード、まあ集めてなくてもね、1個や2個開封したことはあるんじゃないですかね。はい、まあでも1個が600円だから高いよね。それに税だから660円か。いや高いね。こういう安い時期になんないと自分も買わないです。はっきり言って1万2、3000も出せないですね。はい、まああとはね、まあこの動物園のこれは本当お買い得でよかったな。まあまだ在庫あるかもしれないんでね、ぜひね皆さん駿河屋、あ行っちまった、はい、見てみてください。はい、てな感じでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。